録音を聞きながら河川に聞いた言葉を入れなさい。動物名称。犬、猫、鳥、小鳥、鶏、豚、うさぎ、イルカ、牛、馬、 魚、虫、表示身体部位的詞语目、足、前足、後ろ足、手、爪、羽、毛、毛頭、体、尻尾、 耳、口。表示特征の詞語体が大きい。体が小さい。体が太っている。体が痩せている。足が長い。足が短い。 足が太い、足が細い。毛が白い。毛が黒い。毛が多い。毛が少ない。耳が大きい。耳が小さい。耳が長い。 まず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください 1>, 1番「女の人は」 どんな人形を買いますかわあ、あの人形はかわいい。あれを買おうかな。どれああ、魚がギターを弾いているのうん。ええー、鳥の方がいいんじゃないそうほら、あのボールを持っているのはそうね。 じゃあ、ボールを持っているのにする。でも、鳥は嫌だから、あっちにしよう。女の人は、どんな人形を買いますか 2番「女の人が話しています」「この女の人のうちにいるのはどんな動物ですか?」「ペットが好きな人が多いですね私たちのアパートでは毎朝犬を連れて散歩に出る人が多いですね」家には、 60歳のおばあさんがいて、犬や猫の声より、やはりこの鳴き声はきれいだと言って、とてもかわいいと言っています。子供も虫がかわいいと言っていますが、私は虫が嫌いですから、家に虫を置きません。 この女の人のうちにいるのはどんな動物ですか3番女の人と男の人が話しています2人が見ているのは、 どの犬ですかあらこの犬面白いわね本当だ体が大きいけど足が短いねそれに折れそうに細いわね耳だけすごく大きくて二人が見ているのは どの犬ですか四番女の人と男の人が話していますキャバットはどんな動物ですか ねえ、キャバットって知ってる何それ日本足で立って歩くうさぎみたいなの。耳は頭の上じゃなくて横についているんだけどね。いま漫画で人気なの。なんでそんなに人気あるの鳥みたいな羽や猫みたいなひげがあって、 え猫とか鳥とかなんだか全然わからないよじゃあデパートに行きましょうよ人形売っているからキャバットはどんな動物ですか 5番男が犬を探しています。どんな犬ですかあの、ちょっと犬を探しているんですが。えどんな犬ですか体は白いです。耳だけ黒いです。両方ともええ。 どんな犬ですか六番。女の人と男の人が話しています。二人はどんな動物の写真を見ていますか これ見てどうですかあらどこでとったの山の中ううん、うん、こんな珍しい動物日本の山の中にはもういないよ動物園ですえでも動物園は山があるのそれは本当の山じゃないよ人が作ったんだ そうなの。でも私、やはり山に登っているのが好きだわじゃあ今度行ったとき山に登っているのを撮ってくる二人はどんな動物の写真を見ていますか 7番女の人と男の人が話しています女の人がかわいいと言っているのはどれですかわあ、かわいい犬ですね。そうでしょう。私もこの黒いのが一番好きなんですよ。あの、それじゃなくてその隣の色が 薄くて小さいのですけどあこれもかわいいですね頭もいいですよ女の人がかわいいと言っているのはどれですか 8番、女の人と男の人が話しています。二人が見ているのはどの鳥ですか。あら、また来た。いつもあの鳥、庭の木に来るのよ。なんという鳥かしら。どれどれ。あ、白くてきれいな鳥だね。でも、 こっちをみているよわたしたちになにかいいたいかしらふたりがみているのはどのとりですか 9番女の人と男の人が話しています二人が話している猫の人形はどれですかこの猫の人形面白いですね右手を上げていますよ本当ですね右手は上に上げて左の手はお腹の上ですね 二人が話している猫の人形はどれですか。十番。女の人と男の人が話しています。 女の人のうちにいる犬はどれですか。今の犬です。うちの犬、とてもかわいいよ。そうね。体の半分は黒くて、毛が長くて。でも、あれはもういなくなったの。そうなんだ。で、今のは体が白いの。 体の毛は長いんだ。そしてね、いつも耳が立っていてかわいいのよ。女の人のうちにいる犬はどれですか今の犬です。